東出と申します。ライダです。え、そう、はい、石丸さんには伝えてなかったんですが、はい、急遽呼ばれました。あんなんなんだ、西田さんがね、体調悪くなって体調悪くなっちゃって、もう旅人としてはそうですね、もう旅人中の旅人日本で旅人といえば、いやいやいや本当にこんなことお願いして申し訳ないんですけどもって言いながら高橋さんから連絡が来て、もしかして明日とか行けたりしないですかね。2人とかって歴史とかって興味あります？うん、僕は結構好きです。まだ日本国内のロケは楽な方じゃない？そうですね、銃とか出てこないじゃん。すごいですね、これはね、マジすごい、これやばいですね。いや、やわらかっ。感触としてはベーコンと生ハムをミックスしたような感じ。めっちゃ酒飲みたくなった。ビールもう一本飲んだらさすがにちょっとやりすぎなんで、ちょっと一回休憩していいですか？じゃあちょっと僕ここでソフトドリンク、はい、ハイボールください。あれ？あれ？あ、性格診断ってことあります？何ですか性格診断って？これやっていいですか？やばい、MBTI じゃなくて？あ、それ。データサイエンス学部が、日本で最初にできたのが滋賀大学で、在学中に起業しました、ね。あ、そうなんだ、はい。大学ビジネスが変わってきてるんじゃないかなとは思いますね。その学生がここに気軽に来てお仕事できるっていうところは一番メリットかなと思います。僕リハック大好きですね。研究室が並んでる。ここん、ここです。ここ見て、見て、本当だ。なんですけど、会社。そう。会社？え、会社がここにあるんですか？合同会社っていう、はい、大学内に会社があるんですよ。うん、すごくないですか？ただいてください。失礼します。こんにちは。リハックと申します。あ、お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。仲いいですか？あ、どうぞどうぞ。ここで合ってます？合ってます、合ってます、合ってます。失礼します。とりあえず大学内に会社があるということだけお伝えしたんですけど、はい、ざっくりとデータ分析をやってる会社ですね。で、滋賀大学初ベンチャーっていう制度が滋賀大学にあって、そこの制度の関係でここのお部屋を一室お借りしているっていう状態になっています。実際今お二人は学生でいらっしゃるんですか？学生ではなくてもう卒業しています。はい、卒業してからここで会社を作られた。在学中に起業しました。はい、そうなんだ。はい、4回生の時に起業をして、はいはい、で同じ年の、3ヶ月後ぐらいに認定をいただいて、はい、お部屋をお借りしてスタートしたという感じ。なかなか大学内に会社設けると珍しくないですか？聞いたことないです。大学としてその学部を作って、要するにベンチャーとか企業を立ち上げさせよう。この部屋を借りれる以外にも何かサポートってもらえるんですか？あ、そうですね、広報の面ですとか、あと立ち上げた当初に、滋賀県庁の方で記者会見をさせていただいて、でもその時に新聞社さんとか、テレビの方とかが来ていただいて、メディアの露出があったおかげでちょっとお客さんとかお問い合わせとかもあったりもしたので、そこは結構、人脈がなかったりとか学生としてそういう広報的な力もないので、そこはすごく助かったなとは思って。ほー、広報か。お客さんなんですけど。あ、本当ですか？はい、電車の人じゃないですか？あ、じゃあ、とで、はい、あ、お客様だったんですね。、はい、ちょっと今日事例紹介っていう感じで協力いただく感じで。あ、そうか、そうか。お客様はカメラ映っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。あ、お客さん、はい、何しに来たんですか？私はですね、ミテイさんとお取引させていただいてる平和堂の、はい、におります。はい、ご存知ですよね、あのスタジアムの。あ、そうです。はい、めちゃめちゃスーパーとか出してるってことですね。あ、はい、めちゃめちゃスーパー出してるところで、はいはい、平和堂と仕事してるってことは ちゃんと安心感ありますね。で、何を気にして疑ってくださいって。まず大学が認めて
場所まで貸してるんですよ。それはもう身元確かじゃないですか。確かにそうですね。大丈夫です。これ以上の保証はないですよ。卒業生がここでビジネスをやるっていうのを学校が応援してるんじゃないですか。うん、うわ、すごい前向きな取り組みだなって思いました、ね。うん、データって実際にどんなものに活用していきたいかってあったりしますか。今まさにミテイさんと進めていることが、それぞれの店舗の、まあ、店長さんであったりとか支配人といった方が、あの、まあ、平和堂に来てるお客さんって他にどういうところで買い物されてるんだろうっていうのを、やっぱりデータを実際に見たことがないのでやっぱりわからないっていうところで、まあ、そのデータを可視化することで、あの、打ち手にもつながるんじゃないかなっていうことで可視化を進めているっていう状況になります。はい、じゃあまだこれから実際に運用をして、はい、あの、利益に結びつけていこうっていう、はい、その段階なんですね。そうですね、はい、楽しそうじゃないですか。ね、はい、ここからですね。今ここの会社的には何年目でしたっけ。4年5年目になったところです。5年目、はい。事業内容って聞きましたっけ今。あの、メインはデータ分析の受託と、はい、あと、まあ、データ分析周り、まあ、DX 周りのコンサルティングがメインになっていて、まあ、データ分析って、まあ、ちょっと企業の方がちょっと始めてみようと思っても、まあ、どうやって始めたらいいかと分からなかったりですとか、まあ、コスト面でちょっと、あの、壁があったりとかっていうところが結構課題になってるかなと思うんですけど、データ分析やってみたいけどちょっと始められないっていうような企業に向けたサポートをしたいっていうのが趣旨として、まあ、データ分析のお手伝いであったりとか、まあ、内製化をもっと進めるための教育事業ですとか、そういったことをメインにやっています。そのお手伝いする企業さんっていうのは具体的にどんな企業さんなんですか。そうですね、企業さん結構業種としては幅広いんですけど、うん、こういう小売のお客さんもありますし、うん、製造業とかもあったりもしますし、うん、教育現場っていうところで、まあ、学内の授業評価アンケートとかっていうのあったりすると思うんですけど、ああいうのを分析したりとかっていうところでも結構業種としては幅広くやらせていただいてます。我々の、まあ、平和堂の中で、あの、ホップビザカードっていう、あの、まあ、ポイントカードでありつつ、あの、クレジットカードでもあるものを、あの、昨年10月にちょっと新しくリリースしまして、でそのデータ活用っていう観点で、あの、ちょっと、まあ、我々の中でもデータサイエンスチームはあるんですけれども、ちょっと足りない工数っていったところを、あの、ミテイさんにお願いしているっていうところで、はい、それのデータをこれからさらに、はい、はい、活用していくっていう。そうです、おっしゃる通りです。はい、大学で何社ぐらいできてるんですかね。今彦根キャンパスから出てるのが3社になります。でも結構厳しいんですか、やっぱりそのいざ作って起業するってなるって。自分の時はここがちょっと1号目だったので、結構サポートを逆にしていただきながら、あの大学の方から紹介いただいて、まあ、よかったらどうかっていう形でお話し進めさせてもらってたんですけど、今はどうなのかわからないですね。それがね、自分の大学母校でできるっていうのはかなりの利がありますよね、アドバンテージが。だから本当になんかそういう学部ってこれまで日本はあんまなかったらしくて、でかつその、まあ、実際起業化するみたいな話も、あの、前例そんなにない、うん、そうですね、データサイエンス学部が、日本で最初にできたのが滋賀大学で、まあ、今は結構学部学科とか増えてきたりはしてるんですけど、まあ、先生たちも結構、あの、優秀な方が集まってると聞いているので、多分ね、あの、いい意味での危機感なんですよ。危機感、調子に乗ってるところは昔のまんまの研究を続けてて金が入ってくるし学生も来るから頑張んないんですよね。椅子に座ってふんぞり返るみたいな、これイメージですよ、イメージになっちゃうところの対局がきっとこういう、あの、彦根キャンパスとかでデータサイエンス学部を作って、よっしゃ頑張っていくぞっていう意気込みになってるんじゃないかなとは思いますね。それこそちょっと聞いてみたかったのが、その島田さんから見る学生企業ってどう見てるかちょっと知りたくて、うん、まず学生に起業させようっていう意思が大学にそもそもなかったと思います。殿様商売なんで、大学というものが勝手に子供がね、どんどん毎年入ってきて卒業してって、なんなら、ね、あの、居残られると面倒だから、とりあえず卒業させるっていうね、緩い大学もあるんですよ、ね、どっかの経済学みたいに卒論なんで卒業できちゃうんですよ、単位だけやるといいから出てけと社会にっていうものが今まで横行してた中で、大学自らが稼ぐ、でなんなら稼げる学生を育てる、でそれをまた自分たちの求心力にしようっていう大学ビジネスが変わってきてるんじゃないかなとは思いますね。でもそれ自体がなんで変わってるかって言ったら、社会のニーズがあるからだと思うんですよ。
で、まあ起業の形はね、いろいろあって、どのステージ目指すとか、最終どこまで自分が持ちきるのか、手放すのかっていうのはあると思うんですけど、まあでもとにかくその新しい動きが出てるっていうのは歓迎すべきことじゃないかなとは思いますね。なんですか、他の地方の大学からこうどんどん起業をサポートするみたいな活動自体はどう思います？もっとやったらいいんじゃないかなって思います。ああ、もっとやった方がいい。でじゃないとこれから少子がどんどん進むときに大学へ生き残れないんです。淘汰されていく中にあって、生き残りをかけてそれぞれが特色を打ち出し強化していくっていう、もう時代に入っているので、そういう意味では滋賀大データサイエンス学部っていうのはなんかその意思決定を早くして、実施して、で実現されているので大丈夫なんだろうなっていうふうに思いました。いや、まあまあだってスタートアップでちゃんとこうやってオフィス構えるって東京とかだと意外と難しくないですか？ここにいて東京とかとやり取りすることも可能ですもんね。そうですね、なんか大学によってはこうやって空いている部屋があるんじゃないかって思っちゃうから、もっとやってくれればね、助かりますよね。たくさんの人が何かあったら学生さんたちにちょっとなんかアンケートしたり聞いたりなんかもできるから、仲間が いそうでいいですよね。そうですね、だってね、人材の供給はもう確保してるわけじゃないですか。で大学の中にあってリクルーティングめっちゃ簡単だと思うんですよ、他の企業に比べたらね。アルバイトに学生がいるんですけども、まあ、その学生がここに気軽に来てあのお仕事できるっていうところは一番あのメリットかなと思いますね。確かになんかよくわからないアルバイト取るより自分の後輩の方がやっぱりなんだかんだ安心感ありますもんね。そうですね、やっぱね知見もねお持ちでしょうし、うんうん、なんかこう近々の目標みたいなのあるんですか？そうですね、今まあ滋賀県でやっていて、まあ、近畿圏中心の、まあ、中小企業中心にあのお手伝いさせていただいてるんですけども、まあ、近畿圏じゃなくても地方の会社さんですとか、まあ、個人の方もそうですけど、まあ、データサイエンスやりたいけどやれてないっていう会社さんとかたくさんあると思うので、まあ、あのいろんなところ行って、まあ、全国進出したいなっていうふうには思ってます。あのまだね新しいビジネスだと思うので、これからね拡大していく余白は十分あると思いますし、でねリハックのいいところはこれでね結構知名度高くなるんですよ。そうなっちゃうんですよね。ね、さっき藤井さんもおっしゃってて、これに出ると他のテレビの仕事も来るって。そうなんですよ。あのもうちょっともっとバンバン売り込んでいた方がいい。なんで会社なんですよ名前は。あ、ミテイと言います。なんでミテイなんですか？ミテイの未来をデータ分析で決定するお手伝いをしたいという意味合いのミテイです。ちなみに彦根市に要望とかあったりしますか？そうですね、あの彦根市のデータ分析もしたいなって思いますね。おお、それいいですね。あ、でもこれあの今日和田市長に伝えてます、はい、発注するようにでも行政って本当にデータたくさん持っててほとんど使えてないんですよね、うんうん、そうですよね。であれはもっと活用して、なんならねあれを収益化してみたり、うん、まあまああと一義的には住民の福祉のために、サービスの質を高めるために活用するっていうのは当然ニーズとしては、まあ、まだ潜在的な、うん、段階ですけどニーズとしてはあるはずなので、うん、これはでも和田市長とか、うん、きっとね興味関心をお持ちだと思います、うん。でもやっぱり市としてもなんかそのよく分からないって言ったらあれですけど、あのゆかりもないそういうところにお願いするよりは滋賀で頑張ってる彦根で頑張ってる、まあ、企業だったりそのベンチャーとかにお願いした方がいい、ね、そうなんですよ、うん、あのよく言われる地場産業の育成ってなった時にともすると、ね、保護主義的になっちゃって逆に育たないんですよ。でもスタートアップはちゃんと保護して育てた方がいいのはこれも経済学的に明らか、経営学か的に明らかなので、これはもう行政としてもうまくあの大学とタイアップしてやったらいいんじゃないかなとは思います。いやでも面白いですよね、それで何かもし生まれたとしたらまただからこうデータサイエンス学部としてもどんどんこう生まれるきっかけにもなりますし、実績に、ね、なりますし、彦根市としても、ね、滋賀大と一緒にやったったっていうのは、そうですよね、いい実例になるので、それなんかあったらまたマージンリハクションこれだけお願いいただきますと、はい、じゃあちょっとそろそろいっぱいまた次がお腹が減ってきたので、はい、ちょっとご飯を食べに行こうかなと思います。はい、ありがとうございました。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 すいません失礼します。
データサイエンス学部、いいですね、未来がありますね。いや、あれ大学がやって後押ししてくれるってすごい励みになるし、何かあった時は助けてくれるんじゃないかって、うんうんうん、なんかセーフティーネット的なものになりますよね、きっと。もちろんね、あの専攻はあるんだと思うんですけどね、誰でも彼でも応援してもらえるわけじゃないんでしょうけど、うん、それでも勝手知ったる場所で知ってる人たちから応援してもらえるっていうのは、うん、ものすごい力になりますし、なんだろう、こう精神的に励みになるところも大きいんじゃないかなと思いました。まあ、いろいろ見て、はい、今日やっと夕ご飯です。はい、嬉しい。焼肉です。イエイ。え、近江牛食べれるかな。近江牛食べれます。おー、やったー。やーリハック最高ですね。うん、地元の方おすすめ、かつ、はい、そのうちのリハックにぜひ来てくださいっていうお店さんがいて、はいはい、そこが40年ぐらいやられてる、あ、え、そう、焼肉店、うん、で、東京とかでは流通してないようなだったりするところなので、ぜひそれを味わっていただきたいと。その後ライブ配信ですか。その後ライブ配信です、ね、それもね、ちゃんと仕事があるね、やるはい着きました、着きました、着きました。この右手の紫、おお。でも高級店とかでより、うん、本当なら地元の人が来る、地元のね、人気の。あ、じゃあ行きますか。イエイ、焼肉。国産黒毛和牛、近江牛、やったー。お邪魔します。お邪魔します。リハビです、よろしくお願いします。お願いします。視聴者の方の息子さんがうちの両親の店来てくれって、おすすめ、こちら、はい、紫に来ていただいたという感じで、お母様、はい、お世話になります。あの息子さんからですね、はい、あのぜひうちの両親の店を使ってやってくださいみたいな連絡が来てですね、お伺いさせていただきました、よろしくお願いします。いろんな都会の方にお口に合うかどうか分かりませんけど、うちでは精一杯焼いてもらいます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うまっ、スーパードライもうまい。みんなこれおごりだった、高いところに行ってほしい。いいですか。食べさせたいみたいなおすすめがあるって聞いたんですか。指引きとかなんですね、うん、葉っぱ、指引きっていうのはね、甘がっぱ、レインコートという意味で、牛のあの後ろにトロトロのとこを、聞いたことないですね。あ、すみません、ありがとうございます。ちょっと珍しいもんで、これはネギを乗せて、ポン酢の方でどうぞ。感触としてはベーコンと生ハムをミックスしたような感じ。結構脂身があるので、ベーコンっぽいです。ちょっとベーコン寄り、うん、めっちゃ酒飲みたくなった、うん、ウイスキー飲みたい、うん、あ、ハイボール、うん、ビールもいいけど、うん、ハイボールもいいかもしれない。例えばうまいっすね、うん、すごい。ハイボールなんですか、これ。まあ、あの馬もあるんですか。はい、馬も指引きになります。指引き、これ子供も食べるんですか。指引きは、今のポン酢で召し上がってください。ポン酢、指引き、この白いのと赤いのは指引きの方です。こっち白いの、ああ、そう、赤いのは馬の菜の子、これ菜、はい、菜の子、これが馬の指引き。指引きって何ですか。指引きって、あの、湯で、あ、多分意外だね、これ。ああ、普通にお肉食べるんですか。なんか上品な脂身です。大人になって、うん、この脂のうまさが分かってきたんですけど、この脂身めっちゃうまい。なんか芋とかそんな癖ないっすね。うん、うん、上品な、あ、でも確かに思ってたより脂っぽくないでしょ、うん、ヘルシーな脂という。確かに藤井さんは事務所ポリコロなんですね。記憶に新しいと思いますが、日本のさくらさんと同じ事務所なんですね。さくらさん、僕そもそもリハックでご一緒させてもらって、はい、政治に関心を持ったきっかけがぬかがの分裂だったっていう。え、ぬかがっていう方がいらっしゃって、うん、その会派が分裂するっていうニュースを見て、うん、アメーバみたいなのが分裂するって思ったらしいんですよ、うん、あの方、うん、で、思って調べたら政治の話だったっていう人の話だったっていう。そう、そう、僕の街頭演説にも来てくださったんですよ、うんうんうん、私も言ってました。あ、本当ですか。はい、ごめんなさい、気づけなかった。なんか街頭演説の後、なんかこう握手とかハイタッチとかしてね、回ってたら、うんうん、井上ですって言われて、井上どういう名前だろうと思って、来たんですね、うん、でも帽子でなんかサングラスとかかけてらっしゃるから、うん、ちょっとわからないですよね。
すごい井上さんだろうと思って、でも声聞いたら、サブルさんだって。そうこうしてる間にですね、凄ましいものが届きました。これすごくないですか。このままあのステーキで焼いていただいてから、わさびと醤油つけて。あ、すいません、お世話になります。いえいえ、ありがとうございます。あの、息子さんからちょっとご紹介いただいてですね、申し訳ない。いえいえ、あ、この紫は何年ぐらいやられてるんですか。今年で44年です。あ、44年。昔から近江牛なんやけど、最近になって近江牛がね、逆に手に入ってきたり、逆に入りなくなってきて大変ですわ。へー、もうじゃあ本当ここはあれですか、地元の方がよく来るみたいな。そうそう、最近はでも県外の方もちょっと多くなりますね。息子さんなんか東京いるらしいんですけども。あ、そうなんですか。帰ってこないんですか。帰ってこない。いや、いや、次男坊は東京です。長男はこっちにいてくれてる。長男がいらっしゃるんですか。出てくれるんだけど、全く関係ないし。関係ない。あら、私で終わりです。あら、ありがとうございます。こんないいのを続けてほしいですけどね。裏付いてほしいです。うん、子供にはいろいろ言えませんわ。あとよろしくっていうふうにはちょっと言いにくいです。これはね、そのまま油敷いて焼いてもらって、はい、この上にわさびを乗せてくるっと巻いて、いいいね、このお醤油で食べてください。あ、わかりました。あ、いい音。すごい。これめっちゃなんか焼きすぎないように僕の不器用さ加減が。てかこれね、あ、一緒に行きますよ。それがすごいトロトロっとなってるから。あ、来てよかった。藤井さんからやっと来てよかったコメントが出ました。ちょっと適当に行きます。あ、この音が良くなったかな。すごい、やるか。そう、なんかね、サクッと切れちゃう。藤井さんから、藤井さん、いただきます。これはね、マジすごい。柔らか。笑っちゃいますね。うん。どうですか。想像を絶する柔らかさ。想像以上でした。わさびを、そう、乗せて、前田さんの食レポレベルをここでいただきます。はい、見せてください。本気の食レポを。インサート片手で撮ってすごい二刀流。いきます。え？え？いやこれ、このコメントするの悔しいんですけど、溶けました。私も同じこと思いました。悔しい。ありきたりなこと言いたくないけど、ね、他に表現がなかったですね。溶けました。わさび、うん、めちゃめちゃいいアクセントになりますね。ある。東京でこれ食ったらいくらになるんだみたいな。一枚、とんでもない額になりそうですけど。これは大見君。もう肉のおかげじゃなくて内臓も一回食べて帰ってくる。ああ、いただきます。これホルモンでショートなんですけど。ありがとうございます。近江牛の、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。ちょっとね、今まで食べてたホルモンって何だったんだろうって思う。これめっちゃ美味しい。これすごい。僕自身が昔あんまりこのね、歯応え系が得意じゃなかったんですけど、はい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 、これはね、抜群に食べ続けられる。トロトロうまいし、うん、え、ちょっとおかわりしていいですか。食べましょう、食べましょう。軽い振り返りじゃないですけど、どうでした今日のリハック旅は。島さんどうでした。暑かったですね。間違いないです。それはでもなんかね、その夏の暑さがいい刺激になってたなっていうのは、あの前編を通してもらった四国連城もね、あのなんか緑を生い茂る中、庭をね、見て原球園見たり、で彦根城をね、上まで登ってね、こう琵琶湖の風を感じて、そして最後、冷やしトマトを食べるっていうところもこれ夏の良さですよ。確かに間違いないですよ。それはそうですね。彦根城すごかったですよね。すごい綺麗で、あんまりお城行っていい思い出とかってなかったんですよ、今まで。なんか学校の遠足とかに行くけど、はい、なんか何のためにあるんだろうってあんまり下調べしせずとか、まあ、うんうん、いい思い出というか、まあ、興味ないって方は多いでしょうね、うん、小林室長の愛が、あ、もう本当に伝わってくる、ね、本当ここ大好きなんだなって。彦根市民の彦根城に対する愛着、それに応える仕事をしてますっていうのがね、またね、公務員としてね、かっこいい。かっこいいですよね、プロだなと思って。あと それこそ一日市長やってどうでしたか。今も市長ですけど。そうです、まだ市長、まだ市長ですけど。いや、やっぱりね、市長って名乗れるっていいですね。ああ、
長がそのまま焼肉、普通の出てないですけど町の焼肉店でビール飲んでるって確かに。なんか食レポに挑戦してるね、的確な例えと。いやでも、あの彦根の本物のね、和田師匠も食レポとかうまい人です。あ、そうなんですね。めっちゃあの人喋るの上手ですか。本当にこの後ライブ配信まだあるんですね。はい、いろいろね、いろいろ藤里さんにね、聞いてみたいこととか、ね、行くお悩み相談をね、はい、したりされたり。もう、ぜひ聞いてほしいです、それは。まあ、すげえ勝手な注文ですけど、ビール一本ですか。あ、確かにこうホルモン食ってこれビールは。うめ、僕、リハック大好きですよ。言わせましたね。今度は嘘じゃないです。今回嘘じゃない。前嘘つきました。ちょっとタイミングありました。ないです、ないです。どれが本当のお気持ちなんだろう、迷う時もある、うん、はい。普段のお仕事大変ですか。なんか前の仕事はめっちゃ楽しいです、まあ、本当にお洋服をきれいに見せようっていう、心構えで、コメンテーターのお仕事が、私は本当にまだまだわからないことがたくさんあるんですよ、はい、だから自分なりにこう思うけどどうなんですかねって、やっぱり人に聞きたくなる、専門家の方とか、本当に本当に自分ってどう思ってんだろうって考えた時に、なんかわかんなくなります。なるほどね、うん、みんなこう思うんじゃないのっていう。そうです、そうです。正解を探しに行ってる。そう、正解を、なんか安全圏にとどまりたいというか、うん、そうっていう傾向はありますね。傾向はありますか。はい、それ確認したいのは、藤井さんはこのコメンテーターとして今後やっていきたいんですか。やっていきたいっていうのは、そのやっぱり学ぶことがすごい好きなんですよ。原動力はそこで、だからあのいろんなこと吸収して、いろんな人の話を聞いて、その上でそうコメントすることによって、私のことを応援してくれてる子も問題意識を持ってたらいいなっていう、そのそういう気持ちでやってるから、すごい意味のあることなんじゃないかなと思って、これからもやっていきたいです。ある、意味ある。ありますか。レベルアップ、今が低いわけじゃないですよ、うん、いやいやいや、レベルアップして、石丸さんが何かの機会で、それは政治家は分かんないですよ、その作家かもしれませんし、旅人かもしれませんし、で出た時に藤井さんっていう補正なしで、なんか鋭い質問を藤井さんが石丸さんにするみたいなのを、リハックじゃなくてもよくて、それいいですね。リハックとかでも見て、それを聞いた石丸さんがこういい質問するじゃないですか。あ、なんかそれその物語いいですね、見てみたいですね。でもで、あのコメンテーターもいろんな方がいらっしゃるじゃないですか、うん、例えばね、なんかあのなんか議論討論してて、うるさい黙れとかっていう人もいるわけじゃないですか。もう誰か絶対分かっちゃう。最近見かけた方もね、おっしゃって。でもあのキレ、あの鋭さは一つやっぱバリューなんですよ。本当そうですよね、うん、か、まあなんかもっとこう穏やかに包み込むようなコメント、うん、もうなんか誰が聞いても嫌な気持ちにならないような、うん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 、それはそれでまた存在意義もあるし、あ、確かに。藤井さんがどういうところを今目指してる、うんうん、これから目指していかれるのかっていうのは僕が純粋に興味がある。さっきね、答えを探されるってやったんですけど、はい、でも世の中の答えって多分ないんですよ。全員の、なんだろう、正解ってやっぱりなくて、うん、どこか自分で見つけないといけないんだろうなって思うんですけど、英語がせっかくできるから、うん、英語の文献とか、うん、海外のニュースサイトがチェックするようにしてて、うん、そこからの視点、うん、だからその一応ギリギリ若者だから、若者目線と女性目線と、そういったアメリカに友達がたくさんいるから、そういった子たちの話を聞いてみたいなのは意識してるですよね。それ今ね、あの思いついたのがデイブ・スペクターさんなんですけど、ちょっと違う。ちょっと違う。あ、そっちじゃなかった。でもデイブ・スペクターさんのサンザポの企画とかすごい、うん、見ちゃいます。でもあんなダジャレは言えない。ちょっと軽いんですよね。デイブさんのすごいところは、ね、めちゃくちゃ日本にもう馴染んでるというか、うんうんうん、この人本当に日本人だろうなっていうぐらい、ね、日本の社会と日本のメディアに浸透されてるっていうところだと思うんですよ。うんうん、確かに。なのに、ああいう感じ、そう。でもちゃんとアメリカというものを、なんかこう、うまく日本人が分かるように伝えてくださるのがすごいところだなと思って、うん、そこがあの自分はコメンテーターに向いてないなって思ってます。
え、どういうところですか？なんかあの、こういう風に立ち振る舞って何かを言いたいとかがなくて、なんなら言いたくないけど。え、言いたくないですか？聞かれるから答えてる、今はね。あ、求められてるから答えてるけど、別に自らなんかこれ言ってやろうみたいなのは僕はあんまり実はない。え、じゃあ社会に対して何か思うこととかは？あ、政治家としてはあるんですよ。あ、政治家さんとしてはあるけど、なんかその、まあ、テレビとかメディアにおいて自分のなんかこう立ち位置みたいなのを確保したいっていうのは、あ、僕は全然待って、逆にその人に何か質問をしたり聞いたりして新しい知識を得るみたいなのが興味あったりするんですか？うん、そっちですよ。石丸さんがすごいこう興味持ってやっていただけてるなっていう印象を受けたんですよ。僕は純然たる興味本位で藤井さんにどういうふうに考えてるんですか、ね、どういうふうにやってるんですかっていうのを聞いてます。知りたい。あ、じゃあ人に対する興味っていうのは、あ、結構ありますね。そうなんですね。人であり社会に対してなんでそうなってんだろうなっていうのに、なんか子供のように無邪気に関心があります。なんだろう、自分の感情を表現するそのものが楽しいじゃないですか。でも石丸さんすごくスイッチがある方だなとも思ったんですけど、それは例えば選挙特番の時の石丸伸二という存在とかそういう意味ですか？それもそうですし、なんか今日もファンの方がわーって来た時もなんかそのおべっか使わないというか、なんか結構塩対応でしょ。そうそう、めっちゃ塩対応だったから、あ、自分の中でなんか切り替えがあるのかなと思って。飾らないとか飾りたくないんですね。ありのままで、からあのファンさを一生懸命やる動機がない。自分が使いたいとかじゃなくて自分が考えてることに同意してほしいからってことですか？そう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 、自分の期待に応えたいっていうのが出発点なんですよ。自分がいてほしい政治家がいないから自分がやってみようって思っただけなので、それは自分が目指してるところで自分が期待してるところなので、誰かの期待に応えたいっていうところから始まってないんですよ。期待してもらうのは構わないんですけど、しできれば、ね、あの政治なので多くの人の賛同を得たいのはもちろんなんですけど、出発点がそっちじゃないんで、あそこでなんか、まあ、言葉ですけど媚びを売るっていうのは自分の中に一番ないんですよ。あ、やる必要がないってことですよね。そう、別に好かれたくてこの仕事やりたいわけじゃないからってことですよね。そうです。そしてあの大事なのは勘違いをさせたくないなって思います。勘違いとは、勘違い、より浸水させるようなパフォーマンスをすることはできるんですよ。てか簡単なんですよ、そっちの方が。でもそれをやるとその対象は彼らは勘違いをしちゃうだろうなと思って、石丸信じてこんな人だよってまたよく描くんですよ、人間って理想を。あ、神格化しちゃうみたいな。そう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 、そう、自分よりよく見せようっていう欲が嫌なんですよね。そこですよね。僕そういう政治家が嫌なんですよ。あ、そういうことか、分かりました。だから選挙の時だけめっちゃ笑顔で握手してくるやつが心底嫌いで、無理をして背伸びしても意味がないなって。あ、続かないからみたいな。そうだって、それ自分の本来じゃない気がして、あ、格好悪いじゃないですか、むしろ。はい、確かに背伸びするのしんどいし、はい、すみません、ごめんなさい、気づかず。いえいえ、あれどうしたんですか、藤井さん。やばい、なんかこういうことできるようになっちゃったいいですね。まあ、ちょっとまだこの後も配信があるので、あ、忘れてた、トークがあるのはトークちょっと残しつつ、はい、募集かけたんですよ、はい、すでに、はい、なんか話したい人みたいな、はい、そしたら連絡くれたので、ここに飛び込んでくださった。こんにちは、はじめまして、西村さん、はい、はい、何されてる方ですか？あ、普段あの彦根市でも24年あの7年間在住で、あの今ディグニティ 2.0 若者共和国っていう、あの若者、全国の若者を結集させて日本を変えていきたいなと思って、はい、活動しています。ぜひお二人に、はい、ディグニティ、あ、ディグニティ、尊厳っていう意味なんですけど、普通の尊厳じゃなくて、もう新しい尊厳、一人一人があの本当にこう個性も開花していけるようなこう世界にしていくためにはどうしたらいいのかっていうところで、まあ、本当に新しい変化を起こしていくために活動してるんですけど。具体的に何してるか教えてもらっていいですか？はい、あ、人事採用、まあ、採用とか人事の担当している中で、こうコロナ禍でいろんな若者と出会っていった時に、若者自身が何をやっていったらいいのかっていうのに若者は困ってるなっていうふうに感じたんですね。だからそういう人たちが本当に多いし、これからの時代どういうふうに生きていったらいいのかっていうのを私自身も悩んでたけど、なんとなくこう企業に入って、まあ、なんとなくこう周りと合わせて
生きていくんじゃなくて、本当にこの日本を変えていくんだったら新しい変化を起こさないといけないなっていうふうに思った時に、なんか若者から本当変えていくのがすごい大事だなっていうふうに感じたんですよね。このままでいいのかなっていうふうにもすごい感じたというか、どう変えていけばいいのか。ちょっとじゃあまずこれホルモン。いや話聞いてない。話ちゃんと聞いてます。聞いた上で、ね、ちょっとまずお腹を満たしましょう。いろんな注目を集めて、でそれに気を使うっていうのは、まあ、まさに僕がこの何年かやってた仕事で、この前のね都知事選なんかその最たる例かもしれないですけど、みんながそれをする必要はないんだろうなって思います。それは今も昔もこれからも。ただ何人かはそれをしなきゃいけないというか、そういう人が何人かいたらいいのかな。僕と前の銀行員の時にアメリカニューヨークに駐在をしたことがあるんですね。その時にスーパーのおばちゃんに言われたのがWho cares って言葉、誰が気にすんのっていう、あんた何気にしてんのってスーパーのおじさんにめっちゃ言われて、日本人の中では奔放の方だと思ったんですよ。人目を気にしないというか、何言ってんだ、僕はこう思うんだってね、我が道を行くタイプかなって思ってた僕ですら、スーパーのおばちゃんに何言ってんのあんたって Who cares って言われまくってたのが印象的で、アメリカ人からしたら僕ですらなんか型にはまってんだなって。そうですね。だとしたらもっと多くの日本人は自由であっていいんじゃないかなっていうふうに思いました。久しもいらっしゃるから聞いてみたいところが、はい、ぜひぜひ。なんかアメリカと日本の違いとかってどういうふうなところで感じたりとかしました？でも今石丸さんがおっしゃった、その日本の人は多分みんな大して自分のこと見てないよなみたいな感覚が多分あるの分かります？なんか自分のスタイルを貫いてる。例えばすごい具体的に言うと、日本でヨガパンツで歩いてるとちょっと見られちゃうじゃないですか。分かります？いる。そう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 。でも例えばお母さんがロスに住んでるんですけど、行ってヨガパンツ歩いても誰も見てこないんですよ。だからなんか多分学校教育なんですかね、協調性とみたいな、人を目を気にするみたいなのは大きく違う。そんなさっきさんでもテレビに出た時に正解を探してるって、そう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 なんですよ。全然人あれが意外だった。悪口言われたくないし、なんか戦えたりするのも普通に傷つくタイプなんで私は。だからなんかコメンテーターの仕事する時もこれ言っとけば大丈夫かなって思っちゃう時もあるし、なんかやっぱり人目は気にしちゃいますよね。もちろんそうですよね、みんなやっぱりありますよね。絶対あると思います。正直お聞きしたいのは、なんか社会がこう変わってくれたらもっと生きやすいなって思う、なんか例ってあったりしますか？同性婚でもいいですし、多分いろいろあると思うんですけど、呼吸できないぐらいのこう生きづらい世の中だなってすごい感じるんですよね。それこそいろんな視線とか、どんなことでも安心して何でも話せるような、なんか境界線がない世界になっていったらいいなって思っていて、それこそさっきの同性婚とかだったら、なんかこう勝手なこう偏見とか思い込みというか、今までこうだったからなんかそれはおかしいんじゃないかとかじゃなくって、なんか本当にフラットなところから新しく見れるような社会にしたいなって、そうなってほしいなってすごい思います。シンプルに言うと本当に若者がチャレンジできる社会にしたいっていうのがありますね。で、日本に誇りを持てるようにしていきたいっていうふうに思っていて、チャレンジしようと思っても正直もう常に諦めてる人が多いっていうふうに感じるんですよね。石丸さんの話聞いててなんかちょっと意外に思ったのが、ごめんなさいね、なんかすげえ偉そうに上から言いますけど、僕の癖なんで、なんか意外に固定観念にハマってるのかなっていうふうに石丸さんの、思いました。今のその若者ってそんなに不遇なのかな。なんかテレビ見て、あ、どうぞ。最後まで言ってください。あ、いや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 、どうぞ、藤井さん。ごめんなさい、ここでどうぞ。いやいやいや、今言いたかった、今言いたかった、じゃあ、よし、いいよ、言いたい時に言いましょう。よし、ちょっと、じゃあ、僕ビールください。私、ここにまだあります。僕、ビール飲んでくんで、黙ってくんで、藤井さん、ちょっと、よし。結構、自分ごと化した時に、
問題意識って芽生えたんですよ。例えば今私も27なんですけど、友達が結婚したいってなった時に、でも今の年収じゃ結婚できないやとか、子供欲しいけど3000万かかるらしいってなった時に、え、日本のお給料って今どんな感じなんだろうって調べたら、あ、30年上がってないんだ、やばって、なんか自分の環境が変わったりとか悩み事が実際に出てきたからこそ、社会に対して疑問を持ったりとかした経験はあるんですよ。そういったなんか変えないとやばいなって思った経験とかはあるのかなって聞きたかったんですよね。そこがちゃんとないと、江島さんが言ってた本当に不遇なのみたいなところに繋がるってことですよね。そう、そこで今思い出しました。なるほどね、はい、なんかでも、なんて言うんでしょうね、まあ、チャレンジしたかった、声を上げたかったけど、それができなかったっていう、そういう経験とか、周りの声とか、なんか私って本当に周りに相談できなかったんですよね、いろんなことが、表面的な本当付き合いしかできない関係性とかがなんかすごい嫌だったし、自分もこうなんかやりたくないのにそうしてしまうとかで、なんかもっと本当は発信したいけど自分に自信が持てないとか、今の世の中って本当いいものってどんどん自分でも見れるから SNS とかで、だからそうすると自分がどうせ発信してもなとか、これは多分僕のメディア論、メディア批判になるんですけど、東京の流行を拡大解釈、拡大コピーして宣伝しすぎなんですよ。確かに東京という街はおしゃれだし、そこにいる人たちはなんか華々しいんですよ、モデルの方とかね。でもそんなん、そもそも全人口の 0.0 何パーセントしかいないんですよ。でもこれをみんな目指さないといけないかのような空気が蔓延してるのが僕はすごくもったいないなと思って、だってモデルになれる人なんかそもそもいないんですよマジで。今日ね、僕当たり前のように隣にいて、さっきビール継がせてますけどね、あれマジき行為なんですよ、マジで ね、おっさんが何をね、モデルの方にね、ビール継がせてんだっていう、これだけでバッシング受けても叱るべきなのにっていうぐらい、人間が生物である以上必ずこう正規分布するんですよね、真ん中平均があって、ね、離れていくほど存在が稀有になってきた時に、モデルという存在はものすごい稀なのに、でもこれが絶対の正義であるかのようにみんなここ目指せって言ったら、この 0. 何パーセント以外みんな不幸なんです。だって願っても叶わないんだから。って時に僕は朝の情報番組は本当に得だと思う。やめろと。原宿で流行ってるものなんて原宿のね、人だけで楽しめと、広島関係ないんだから巻き込むなと、ね、ドーナツ屋さんなんか知らねえドーナツ屋さん流行ってます、はいね、夏は夏でね、おしゃれなかき氷とか食うわけでしょ、はい、もうやめろとそのニュースで僕は思ってたので、そういうメディアのなんかこうビジネスモデルですよ、ね、ここで流行ってるものが日本人1億2000万人が共有しないといけない価値観というふうに出すのが良くないのかなって。あれをやめればだいぶマシになるんだよ。それで言うと、例えば電車とか乗ってても常に薄毛の治療の広告とかなんかわかります、今だと脱毛のね、そうそう、脱毛とか送信のエステとか、なんか常にやっぱり街中で言っていると自分に足りないものみたいなものを突きつけてくるんですよね。それって資本主義じゃないですか、きっと。だからなんかそれがいつの間にか本当になんか自分のに呪いとしてかかっちゃってるっていうのはあるから、必ずしも自分だけのせいではないんですよね、そう思う、そういう思考になるのって。でモデルの話も、その私も一昔前はわあこの人足なんて長いな、なんて綺麗なんだってこういう人になりたいなってすごい、いや本当に今考えるとめっちゃルッキズムだったなって思うんですけど、やっぱ YouTube が出てきたことによって、 YouTuber さんが今モデルよりもランウェイ歩くと声援が大きいんですよ。もう最初私ショックすぎて、それがもうランウェイってモデルが輝く場の一つなんですけど、うちらどうするって最初なったんですよ。でなんかアウェイだよねって、モデルのやるみたいな、そういう感じだったんですけど、モデルアウェイなんですか。そうめっちゃアウェイだったんですよ。だけどそこからやっぱみんなアジャストしていって、時代が変わってるからもうしょうがない、受け入れていくしかない、だったらうちらも YouTube 始めようみたいな感じで、そのなんかプライドとかはまたちょっと置いといてやっていくみたいなのはあったので、ルッキズムとかそういった
いいとされてるものは昔よりはちょっと変わってきてるんじゃないかなと今お話を聞いておりました。その業界の中でもまたこう変化が生まれてるわけですか。かなり生まれてますよ。なんか今リハクの存在意義が藤井幸さんから語られたんじゃないですか。ネットメディアが今世直しをしてくれるっていう。あーそんな感じ。だって今日だって今リハク旅の番組で西山さんに、ね、出てもらって話をするっていうのが、うん、今までの地上波だったら絶対ないわけですか。本当にないと思います。確かに。なんかね、あの大した打ち合わせもなく呼びつけるでしょ。でなんかいつ呼ばれるか分かんない焼肉屋のテーブルの横でスタンバイさせられるっていう、うん、そうですね。ちょっとどのタイミングなんだろうっていうのをかなりドキドキしてました。本当申し訳ない。それ本当美味しいお肉がありがたい、ありがたい。もうあのじゃんじゃんこれあ食べました。あ食べました。アイドルとか AKB とかがグラビア誌をこう一見したせいでグラビアの人が出なくなったみたいな時期があったんですね。時代が変わるごとにじゃあ SNS が普及してモデルさんがちょっと出れなくなって YouTuber の人が出てくるとかっていうのって多分今後も出てくるなと思っていて、そうですよね。で YouTuber が出れない代わりに誰かが出てきてみたいなのって多分今だけの話じゃなくてずっとまあ昔から続いてる話だから、そこだから本当に前立ちしていくみたいなところが必要なのかなと思いました、ね、本当にそうおっしゃる通りで、例えばモデルの仕事別に AI に取って変わってしまう可能性もあるわけじゃないですか。自分らしさっていうのをやっぱり自分で再認識するのも大事なのかなと思ってます。時代の流れに合わせて変化していくってこれって実は全然新しい話なんで、今日ねあの計らずも仏壇のお店行ったじゃないですか。続く中で変化する、変化する中で続いていくっていう。例えば日本の企業で、何かな、じゃあソニー今何で稼いでるかって言ったらもはや電気製品じゃないんですよ。金融とエンタメなんですよ。収益半分以上そっちですのがソニーなんですよ。あのプレイステーションとかね、映画とかで、あとは保険か、金融で稼いでる。でもソニーっていう会社残ってるじゃないですか。これが日本らしい発展なのかな。だから絶えず変わっていくことが僕は正解だと思う。守ろうと思うと途中で息が止まるんです。もう変われないってなったら消えていくだけなので。アメリカだとバタってなくなるんですよ。でどんどんその新興企業が生まれてきて、この新陳代謝、日本的な強さってなんか変化することなのか柔軟性なのかなと勝手に思ってます。やっぱ今時代のタイミング的に本当に大きな変化が起こっていく必要があるのかなってやっぱ聞いてて感じて、まあ、それがこう、ね、日本がなかなかこう動かなかったところがどうやってこう大きく変化させていくのかっていうのがすごい重要なのかなって今聞いてて、なんか AI の方がいいみたいなのも増えてるし、それってこう世界共通だと思うんですよね。日本もそうだけどなんか世界的にもそうだなと思った時にどんな大きな変化をしていったらいいのかなっていうのも。でもね、僕の中では今までの成功体験が強すぎて変化に対して過剰なまでに恐怖心を持っちゃってるのが良くないなと思って、今まで変わり続けてきたのにその結果豊かになったから変わることが急に怖くなってるっていう。今日の仏壇屋さんの話もそれまで武器、防具、武具を作ってた、バグとか作ってた職人さんが江戸時代になって平和になって戦がなくなったから武器が売れないから仏具を売り出したっていうのが仏壇の歴史らしいんですね。400年、まあその店は200年だったんですけど、そしたら100年200年単位で言えば絶対変わるんですよ。でもああいうのを研究していくのが僕は将来の種になるのかなっていうふうに、なんとなくこれまで感覚でやってきたものをまさに今日ね、その後に行ったデータサイエンス滋賀大学の彦根キャンパスでまだまだ成長の余地があるんだなっていうふうに僕はそこに行って感じました。そういうふうにデータを使って変化されようとしているところとかがあったんですか。ある、彦根にね、彦根にあるんですね、滋賀大学の彦根キャンパス。いやなんかね、本当になんか知らないことが多いなって。なんか私もやっぱり田舎なので本当情報も溢れてはいるけど、でもなんか格差もすごいあるし、考えると YouTube はやっぱり最強ですよね。なんかやっぱ自分のスタイルで学べる、いろんなコンテンツがあるからなんかね、出会っちゃえばあとはもう学べちゃうというか。西村さんどうですか、すいません、なんかざっくりな結構話になっちゃいましたけど。いえいえ、ごめんなさい、明確な解決策みたいなのって実はそんなないんですか。
当たり前の話なんですけど、将来に対して漠然としてるんですよ、不安っていうのは。いや本当にそうです、うん、なので解決策っていうのはシンプルにこれって出せない。でも僕はそれが面白いのかな、なんかこう解きほぐしていく中で、これじゃないかな、あれじゃないかなっていう営みが個人的には好きです。なので社会の問題課題に対してすごく前向きにいられるのはそれが楽しいっていう、めんどくさいですなんかそうやってチャレンジし続けられるのがすごいなっていうふうに思ってて、その原動力はどういうふうに持ってたら。だって何もしなくてもあと100年ぐらいだったら自分死んでるんですよ、うん、もったいないじゃないですか、人生有限なんで、うん、僕すごい欲張りなんです、なんで究極以外欲しくない、究極の人生を歩みたい、すごい、究極以外欲しくない、すごい言葉ですね。なんかいやった時になんか無駄なことは嫌だし、とにかくできることは全部したい。いやだから本当にその演説とかもめちゃくちゃ動かれてるのが、いやなんかどうしたらこんなに人って動けるようになるんだろうって、なんか本当にこう身近な人とか見てたら、なんかただ自分が良ければいいとか、ただね、目の前のことできたらいいと か社会のためにってなかなか動ける人ほんと少ないので、自分が一生懸命やってると周りの人も一生懸命やってくれるんですね。そうしたらもうね止まらないもうねなんかあれなんかめっちゃ盛り上がってるじゃんみたいな、なった時にもう自分の力でむしろ逆に止まれないんですよ。大人になると坂道を走って降りることってないと思うんですよ。でも子供の頃坂道走っておりませんでした、足止まんなくなるでしょあれ大人になると理性が働いて危ないし、てか走らないし、でなんとなくやらなくなるんですよ。でもあの時の爽快感、興奮走ってみてくださいよ坂道大人になってこけちゃうかもしれないけど、いやめっちゃ、いやでもこけてもいいですよね本当に。ビールもう1本飲んだらさすがにちょっとやりすぎなんで、ちょっと一回休憩していいですか。もちろんもちろん、ね、ライブ配信の前にこいつベロベロになったの始まりからもう、ね、マジで怒られるやつなんで、じゃあちょっと僕ここでソフトドリンク、はい、ハイボールください。あれあれあ、性格診断ってことあります。何ですか性格診断って。これやっていいですかライブ配信。 MBTI じゃなくて、あ、それ、そうです。あ、そんなあれ決まってるじゃないですか若者ちなみにじゃあ何だろう。私は提唱者、緑の。あ、え、わかります。わかります。一旦ですね、一応8時前にはここ出たいって。あ、オッケー。なんかありがとうございました。もっとたくさん新しいものと出会ってすごい発信していきたいなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっと時間も良い感じなので、はい、あ、そうかそうか、我々は配信に向かいます。あと仕事があるんです。仕事があるんです。もうなんか完全に忘れてきてますよこれ。リハック生配信、皆さんこんばんは。彦根師匠の石丸真嗣です。あっちょっとマルヤン、マルヤン来た。本物の彦根師匠です。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。入魂なんですかって聞かれて、はい、それ言えないでしょって思いながら言えませんって言ったら、分かりましたって言われたから、これ絶対もう会ってくれないだろうな、事務所的にも NG だろうなと思ったら、わざわざね彦根まで行ったんですけど、ね、遠方まで来て、はい、ね、一緒にね旅ロケをしてくださるこの器の大きさ、なんか永遠と逃げ続けるのはどうなんだろうもうなんか乗り越えないと石丸さんをテレビとかネットで見るたびにってなっちゃうからそんな乗り越えないといけないあれじゃないですよこいつは。むしろ踏んでまたいで越えていったらいいぐらいの。ちょっとちらっと自分のこと相談とかしたら、すごい質問してくれて、あ、もういい人じゃんプラスに、プラスに、プラスに来た、ほら来た、ここまで来ました。途中から、途中からあれなんか同じ人間なのかもだいぶハードルが未知との遭遇になってますよ、ね、同じ地球人ですよ。なんかコミュニケーションが普通に取れる。そりゃそうそうですね、一応明日もリハック旅あるんですけど、はい、石丸さん、実はですね、明日、藤井さん今日帰る、はい、で、明日、日大の石田先生にゲストで来ていただく予定だったんですけど、そうですね、え、来れなくなりました。あらば、どうするんですか。決まってないって、頑張ります。今からキャスティングするんですか。ちょっと待って、今22時ですよ。こ
これ間に合わないだろうな。はい、そうそう、おはようございます。おはようございます。めちゃめちゃいい天気ですね。今日も夏です。暑い。ちょっとこう日陰で。そうです、日陰に入ると、はい、琵琶湖からの風が吹いて気持ちいいというのを、はい、昨日教えてもらったので、はい、今日はあれですもんね、市長じゃないですもんね。そうです、はい、今日は旅人石丸真嗣でお送りさせていただくと、はい、感じで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。でちょっとですね、はい、また昨日も来たんですけど彦根城にまた来ましたね。いや、なんか彦根城でどうしてもこのメッセージを伝えてほしいというのがちょっと来てですね、はい、ある人から彦根城で、はい、はい、でちなみに、はい、このメッセージくれたの、はい、田原さんです。え、あ、彦根ご出身の。そうです、はい、で石丸さんが来るんだったら、はい、ここでこれを伝えてほしい、はい、って言われて、ちょっとせっかくの橋の上とかでこう味わいつつ、はい、メッセージは、はい、井伊直弼は祖国中に日米交渉をしたことで桜田門外の変になるわけだが、はい、その時に日米交渉をしたことで日本はアメリカに攻められずに済んだと。石丸さんにも、体を張って日本を守る政治家になることを期待してます。彦根城のところでお伝えいただきたいと、はい、なるほど。いや、重たい言葉ですね。でもありがたいですね。そういうふうに言っていただけるっていうのは、田原さんありがとうございます。確かにその言葉受け取りました。でもやっぱいいですね、この雰囲気というか。ここは朝一周ぐるっと走って回ったんですけど。あ、走って回ったんですか。はい、なんかランニングコースにちょうどいい、今もね走ってらっしゃる方ありますけど、はいはいはい、一周2キロ、2.5 キロぐらいで、はいはいはい、車も朝はほとんど走ってませんので、はい、非常に走りやすいランニングコースです。お、おはようございます。東出と申します。あ、代打です。よろしくお願いします。石丸真嗣と申します。今日よろしくお願いします。そう、はい、石丸さんには伝えてなかったんですが、はい、急遽呼ばれました。あんなんなんだ、西田さんがね、体調悪くなって体調悪くなっちゃって、はい、まあ東でいいだろうっていう、そういう東西交換があんなんなんなんすごいところにぶっ込まれたんです。なんで受けてくれたんですか。いや、プロデューサー高橋ひろきさんに歌詞を作っておこうかなと思いまして、はい、これは完全に歌詞です。お二人初めてですよね。はい、初めましてです。なんかこれどんな旅になるのか、ちょっともう旅人としては、そうですね、もう旅人中の旅人。日本で旅人といえば、いや、ね、今ね、なんだろう、ポジションを確立されてらっしゃいますね。彦根自体は来られたことあるんですか。先月来ました。先月撮影で、もうもろここら辺ですよ、彦根城周り。あ、じゃあなんかそんな真新しさないみたいな。そうですね、でも市内の観光とか全然してないので、はいはい、はい、撮影しに来てで帰ったっていうだけなので。あ、お二人とかって歴史とかって興味ありますか。うん、僕は結構好きです。でさっきちょっと石丸さんにお伝えしたんですけど、うん、彦根って田原総一郎さんの出身の場所なんですね。へえ。でぜひ行ってほしい場所があると言われており、ちょっとそこに行ってみるでもいいですか。はい、実はちょっとこの後市長とかと待ち合わせもしてるんですけど、まあ、5分、はい、10分ぐらいで行けるところなので、はい、ちなみにこの仕事の話はいつ。昨日。本当にこんなことお願いして申し訳ないんですけどって言いながら高橋さんから連絡が来て、もしかして明日とか行けたりしないですかね。悪い人ですよ本当に。いやでも本当に困ってらっしゃいましたね。でもまだ日本国内のロケは楽な方じゃないですか。そうですね。楽、うん、そうですね、気が楽。変な病気になったりしないですもんね。銃とか出てこないそもそも動画を拝見してた時の印象、割合そのまんまです。今もうなんかどっか世界の果ての方に。あ、それご覧になったことありますか。はい、はい、どっちを見ました。その最初のやつ、今やってるやつも見てます。今やってる方ですね。お、はい、なんか印象残ってるのとかありますか。なんか僕ごめんなさい、それで最初に初めて知ったんですよ、うんうん、なので、はい、一体普段どういう仕事されてるのかっていうのをちょっと心配だったというか。珍しい。なんかそういう張り方だった。俳優入りではなく、はい、もありがたいです、ね、旅人入りなんですね。そう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 。すごいですね、まさかこの俳優と知らず旅人と認識してる。昼行き東で置いてきたみたいな。あれスタート地点もよく分かんなかったんですけど、
どこ行けばいいんですかって言ったら、ゴール地点決まってないですって言うんですよとにかく東の方行ってください。だから僕、高橋宏樹さんからの仕事って、まあ、やっぱり過剰摂取しすぎてちょっとアレルギー気味なんですよ沢山城跡、はい、ってところが、高原さんのめちゃめちゃおすすめスポットだったんです。僕、関ヶ原っていう映画やって、あ、その時に石田三成公を岡田准一さんが演じて、はいはい、僕裏切る小早川秀明っていうやつなんですよ石田三成と、そして東出さんのつながりまで知れていわゆる石丸公文が一番揶揄され出したところらへんで、深川亮さんなんかちゃんとサブへ注文できるんだろうかと。ではハーブソルト